こんにちは。ご紹介お願いします。はい、4764小池彩乃です。よろしくお願いします。今節班長してる林です。よろしくお願いします。復帰して何節走りました？5節くらい。あ、どんぐらい休んどった？1年5ヶ月休みました。1年5ヶ月、まあまあやね。何しとった？戯れてました。ちょっとお兄ちゃんも今休みやね。そうですね。なんかニックネーム、欲しい。ニックネームとかある？え、ニックネーム私ですか？いや、俺のニックネームいや、あ、俺綾乃のニックネーム、綾乃のニックネームは、学生の頃は、ね、いいですか？学生の頃は姉さんって呼ばれてます。なんで姉さんっぽかった？やっぱお姉ちゃんっぽかったって。あの、こっちのお姉やない。で、普通のお姉さん。お姉さんでした。俺の印象言っていい？うん、あ、いいですか、お願いします。なんかグループでさ、こうバーベキューした時にさ、綾乃がなんか張り切って、私たこ焼き作ります言うてホットプレート持ってきたんやけど、コード忘れて慌ててお母さんが持ってくるみたいな。覚えてましたね。うどうやってお前たこ焼き焼くかみたいな。いや、ありましたね。羊焼けました、お母さん。なんか俺それの印象がめっちゃある。懐かしい。じゃあ今後の抱負いく？あ、どっちでもいいよ別に。レースじゃなくてプライベートでもいいし、お兄ちゃんこうやって5人目作りますとかでもいいし、6人でもいいし。そうですね。次3つ子作りますとかでもいいし。あ、もうファンの方期待してるから。そうですね。じゃあまずはちょっと元気に、しっかり走って、子供のおもちゃを買えるようにしっかり、はい、大稼ぎします。頑張りますらしいです。現場から以上です。頑張ります。頑張ります。